ウッドデッキサイト満月でテントを張った春八郎、昼食はやはりラーメン。今回はあごだしラーメンをさらに美味しくするあれを入れます。施設紹介も必見です。じゃがだん、長崎県産炭焼き穴子ラーメンです。長崎県産炭焼きあごだしラーメンです。醤油ラーメンですね。こちらのラーメンをね、いただいていきたいと思います。あご、トビウオですね。そのだしを使ったラーメン、これはね、以前どっかでね、元栖湖か何かでね、他にもね、あごだし紹介したんですけど、非常に美味しくて、これがマックスバリューで売ってたんですけどね、これ2つね、これを作っていこうと思います。よし、ということでね、早速調理、なんか飛んでる音がするけども、調理スタート。よし、ではね、お湯が、うわ、熱っ、沸きました、沸きました。麺を入れていきます。思いっきり乾麺ですね。えい、いやー、2つね、例によって2玉入れます。これで4分半待ちます。さあ、4分経ちましたね。これで火を止めて、スープを入れます。そうよ、このね、薄めのこのスープが本当にうまい。本当に薄いけど大丈夫。ああ、そう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 、この色でございます。見えますか、あごだしね。まずは具材一つ目、じゃがじゃん、味付けメンマ、逆でごめんね。こんな感じでね、今回はね、味付け卵、ゆで卵とカニカマをこう入れまして、そしてあのね、あごだしラーメンということでね、チャーシューの代わりとなるのはこちら、丸ごとカムカン、丸ごとカムカンね。これはね、スルメです。スルメ、これをね、チャーシューの代わりに入れていきます。こんな感じね、これをあごだしに泳がせるわけですよ。こうやってね、こういくわけですよ。2、3匹いこうかな。カム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 、よし、ということで、ね、長崎県産のね、炭焼きあごだし醤油ラーメン完成です。よいしょ。お前、長崎県産炭焼きあごだし醤油ラーメンいただいてきます。あのね、あごだしというよりもね、スルメの香りがすごい。スルメラーメン、スルメラーメンです。じゃあね、いただきます。おー、な、これスルメラーメンだ。あ、いや、いやいやいや、美味しい。やっぱあごだしのね、スープが効いてる。あれ、うまい。中太麺でね、比較的ストレートなのかな、その麺にね、このスープが非常に絡んでね、美味しいですね。うん、スルメラーメンだ。うるさいからね、スルメを食べてみましょう。これね、見えるかな。宇宙人みたいなんだけど。もううまいよこれ。スルメね、硬くて
あのちぎれないと思ったらすごい柔らかくてね、なんだろう、スルメの出汁がね効いてて非常に美味しい。これ食べてね、麺食べてスープすすったらちょっと天国ですね。もう一回やろうかな。さあこれうまい。ぜひねお試しください。あのあごだしにスルメ、これは定番にしましょう。あーうまかった、ごちそうさまでした。これがステージ付き区画サイトですね。ステージっていうのはどういうことだこれ。なるほど、こっからこう見るステージがすごいっていうことかな。山あいがね、こんな風に見えますな。で、こちらがステージ付きのコテージ。コテージに泊まって、で、ここでバーベキューとかやる。自動販売機ありますね。これはジュースだけですね。うわー、川がいいですな。ここがね、ペット可能のコテージ、コテージですね。これがステージ付き、ペット可能のステージ付き区画サイトですね。なかなか広い、うん、こっちのがさっきの区画サイトよりも広く感じるかな。奥に見えるのがトイレですね。よし、それじゃあね、焚き火専用プライベートサイト、ジ・ファイアープレイス行ってきます。おお、ここは荷物を持ってここを登るってか。あーでもね、プライベートだな。プライベート感がすごいね。うわっうわー、なんじゃここは。あー、こうなってますね。あー、ここにもね、丸太でこういったフック付きの丸太があるってことは、ここにテントを立てて、でここで焚き火を見るっていう感じかな。でここのなんだ、この紐は何だろう、国旗を掲げるやつかな。あ、この木がいいな。こう立派な木です。逆側から見たウッドデッキ。
ということでね、お昼ご飯もね先ほど食べまして、それでね早速ねちょっとね宴の準備をね始めていきたいと思います。今回この明ヶ島キャンプ場でねオリジナル春八郎丼ぶりを作ろうと思います。で早速その丼ぶりをね、前回のね夕日が丘キャンプのね夕日が丘丼にねなぞってねまたねイラスト描いてきました。春八郎ね頑張ってイラスト描いてきました。そのイラストを紹介しつつどういった丼ぶりになるのかね、それをね訴えていきたいと思います。でね言っときますけどね、今回はね大真面目ですからいや前回も大真面目だったんですけどね、作る直前までそのイラストがこちらになります。じゃあかじゃーんね、明ヶ島丼です。でこれねピンとこないかもわかんないんですけどね、一つずつね紹介していきたいと思います。まずねここの部分ですね、周りこの緑のねドーナツ状の緑はねこれは野菜ですね。野菜をぐるっと回してこの下にもね敷き詰めてあるんですけども、これはこの明ヶ島キャンプ場のね自然の山々や木々、それを表しております。で、あちなみにその前にねこのまずねご飯丼だからねご飯がね2合ねこのリクシェラカップの下にね引いてあるんですけども、それでこのね青い部分に黄色がちょっと点点点ってなってる部分は、ここがねこの明ヶ島の小川をイメージしてます。で明ヶ島はねこの小川に面したキャンプ場でね、この心地いいせせらぎがね非常に特徴的なので、それをねイメージさせていただきます。これはね春雨と黄色いのはね炒り卵でね表現したいなと思って、それでその上にこのね2枚のねピンク色の四角いものが乗っているように見えるんですけども、これが、明ヶ島キャンプ場の名物ね、ウッドデッキの半月と満月、これをねそれぞれ小川の上に乗っているイメージでね乗せてあります。これはね前回もね梅ヶ島キャンプ場でね作ったんですけども、ローストビーフね、このローストビーフでこのウッドデッキを表現したいと思います。そしてこのねウッドデッキの上にあるねこの緑の三角のやつ、これねテントです。このテントはね和三マヨ、これでテントを表現したいと思います。そしてねそのテントの前にねちょっとね燃え盛ってる炎のように見えるのがこれが、焚き火ですね、これはねミョウガで作ってありますね、夏野菜ミョウガでね作ってあって、この下のね薪に見えるような面までやってます。これ実はねこれ直火みたいにねなってるんですけど、本当はねこのウッドデッキ上では直火直火は禁止なのでね、焚き火台を使用して、実際はやってくださいということでね、明ヶ島丼そんなイメージでね作っていきますね。これはね今回ね先ほど言ったように大真面目にやりますんでね、まずはねちょっとね仕込みはかかるもんで、日もね、まだ午後ぐらいなんですけども、ローストビーフをね、作っていきたいと思いますのでね、まずはその辺からねぼちぼちやっていきます。それではこうご期待、明ヶ島丼してください。どう？完璧でございます。うーわー、それをこういう感じでいくので、それでね半月これねウッドで貴重にします。